腰当てがついたサドルなどで高齢者が乗りやすいように工夫した自転車。今年度のトヨタものづくりブランドに認定された製品です。トヨタものづくりブランドは、豊田市や豊田商工会議所などが地場の自動車産業を盛り上げようと2014年に始めた制度です。対象は市内の自動車関連の中小企業が持つ優れた技術や製品で、認定されると助成金や PR 動画などが支給されます。今年度は9件が選ばれ、認定証と記念の盾が贈られました。